この番組はご縁の輪を広げて素敵な化学反応を起こそうをコンセプトに開催しています。広げよう友達の輪。本日のゲストは木村京子さんです。京子さん、はい、簡単に自己紹介していただいていいですか？はい、自己紹介ですね、はい、私実は今日ここに出させていただくのでちょっと悩んだんですけど、うん、というのがいろんなことをやっちゃってるんで、はい、今日はどれ出てようか全部言っちゃってください悩んじゃったんですけれども、まあ、やっぱりせっかくなので今これが本気ということで、うん、教育や教育ということで、教育ですね、香りの教育なんですけれども、教育っていうのは後で、ゆっくりお話ししたいと思うんですけれども、植物の、恵みである、精油エッセンシャルオイルですね、うん、の香りの体験を通じて、うん、五感の一つであるこの嗅覚を意識することで、うん、感性とか、うん、想像力を育むとともに、植物と人間の関係とか、自然の環境の大切さとかを学ぼうという講育ですね。これは私も会員になっている、日本アロマ環境協会 AEAJ の定義なんですけれども、うん、この講育を広めようということで講育屋です。へえ、なんか毎週ね、京子さんとサスティナブルダンスでお会いしてるのに、そんな協会に所属していらっしゃるって初めて知りました。ほやほやなんで。じゃあまあね、今日はその辺を深掘りしてお聞きしようかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてこちらサスティナブルファッションスタジオなので、ファッションチェックさせていただいているのですが、じゃじゃーん。いいですね、京子さん、その T シャツ、はい、はい、エコ T シャツなんですね。エコ T シャツですよね、はい、はい、この話をすると、うん、まずは優子さんとの出会いに遡るんですけれども、はい、私は2016年からなんでもう5年ちょっとになるんですが、有限会社ラウンドテーブルコムという会社で、サステナビリティ推進室というところで働いています。業務委託で翻訳ですとか、ウェブの記事を書いたりとか、そういうことをやってるんですけれども、まあ、それでサステナビリティとかこうエシカルとか SDGs の勉強をして、その中でエシカルコンシェルジュ講座というのを受講したときに、エシカルコンシェルジュの資格も持ってらっしゃるんですね、はい、さん、はい、講座を受講したときに、風かおるさん、もうエシカルコンシェルジュとしては大先輩なんですけど、風かおるさんとたまたまこうワークショップで隣の席に座ってFacebook で連絡を取り合うようになって、で未来とファッション、未来×ファッションっていうタイトルだったと思うんですけれども、そのズームイベントに優子さんが出てらして、その時にエコ T シャツのお話を聞いて、でエコ T シャツっていうのは日本環境設計さん のプラスチックをリサイクルして作った素材なんですよね、はい、で あとはこのデザインがその一人一人着る人の描いた絵だったり写真、思い出の写真だったりとか、世界に一点のオンリーワンのデザインで、注文して作る、受注生産をすると、まあ、そういうエコ T シャツ でその後は私も検索して調べて、今治でした、はい、海岸でこうエコ T シャツがバーッとこう並んでいて素晴らしい景色の中で、音楽とかトークとかのフェスをなさったんですよね、はい、まあ、それ見てすごい感動して、でそれを去年は本当は湘南でやるはずだったんですよね。でそれがコロナでできなくなってっていうことで、で代わりに YouTube で、うん、早見優さんの恋のブギウギトレインで SDGs 公式曲っていうことで、それも初めて知ったんですけど、もう皆さんでこう踊っている動画を編集して配信されてて、うん、あすごいいいな、楽しそうだなって思って、でそしたら今年になって再結成しますと、うん、募集してますということで、もう入れてくださいということで入って、毎週、日曜日の朝踊ってました。もう京子さん素晴らしい ご説明、うん、踊るだけでももちろん楽しいんですけど、私も皆さんと同じようなエコ T シャツ作りたいなと思って作ったのがこれ でこのデザインなんですけど、これモグラちゃんと呼ばれてる、モグラパオロって名前もあるんですけど、モグラのパオロなんですけど、これはですね、もう15年以上前になると思うんですけど、その頃ミクシーというのをやってて、でそこで、
童話村もぐらの里っていうコミュニティを作って童話を書いて連載してたんですね。でもぐらのパオロっていう動画をあの童話を書いて、でそれに友達があの絵を描いてくれて、であのそれがこの絵 でそれがもうすごく私の心の中に住んでいるもぐらを見たかのように見たかのように絵にしてくれたんで、すごい嬉しかったので、それをこうちょっと古い画像を掘り出してきて、でそれでこうあの印刷したんです。でそれ掘り出した時にいっぱい他にもあの絵本の写真がこう出てきたので、これってデジタル画像で販売できるんじゃないと思って、でその友達に相談をしたら、その販売しましょうということになって、でその売り上げをあの利益を子どもと SDGs に関わる活動に寄付したいってその方がおっしゃったので、そうだ、私サステナブルダンスチームに子どもチームを作りたいと思ってて、で子どもたちともちろんエコティで踊りたいんだけど、エコティってやっぱりその大量生産大量消費に対するアンチテーゼなので、お値段がどうしても高くなって、で子ども何人もいたり、で子どもってサイズもすぐ変わるし、でちょっと子どもがエコ T シャツ作るとなると若いご両親が負担になってしまうのかなと思ってて、じゃあイラストが売れたらその売り上げの中から子どもが自分のオリジナル T シャツを作るお金に充てられないかなと思って、あの販売を始めました。あの概要欄にあの販売サイトを貼っておきますので、よかったらぜひ、あの全部寄付してもよかったんですけど、やっぱり友達にこれからも書いてほしいなと、継続的な活動にしたいなと思ったんで、 50%50% であのアーティストさんに半分で、この活動に半分っていう風にしたいなと思って、まあ、まだまだ全然寄付できるほど売れてないあのあんまりで宣伝もあの十分にできてなかったんで、まあ、この機会に覗いてみていただけると嬉しいなと思います。はい、もうね全部話してくれてありがとうございます。すごい、そのねもぐらちゃんまた可愛いんですよね。可愛いでしょね、世界に一つだけのもぐらちゃん、うん、で今は子ですね、香育、はい、香育、香りのね、今ちょっと香りにハマっていますということで、でそれはどうしてその子に、はい、香育にハマることになったんですか。これもあの SDGs のお仕事で、うん、去年の9月ですけど、ちょうどこうコロナがちょっと一瞬落ち着いたかに見えた時に、うんうん、釧路に行ったんですね、うん、であの SDGs のイベントだったんですけど、うん、そのプログラムの一環で釧路のトドマツの精油を抽出するプラントを見学するあのプログラムが入ってたんです、うん、でこれは、クリアフォレストっていう授業で、うん、ST 化学さんが、産官学の連携でやっている森の香りを研究するプロジェクト で2年ぐらいかけて日本全国の森の66箇所ですかのいろんな森のいろんな木の精油を集めて、で森っていうとみんなこう空気がきれいだとか森に入るとこう気分が良くなると思ってるんですけど、これは科学的にどういうことなんだということを調べた結果、その森の空気をきれいにする力が一番強かったのが日本全国の中でこの北海道のトドマツだということが分かって、で森の空気がどうしてきれいなのかっていうのは、その精油と言われているその香りの成分というのは化学の分子なんですけど、この枝とか葉っぱからこの分子がこう水蒸気で蒸発しますよね。で空中に入ると、で空中の中の汚染物質窒素酸化物とこう分子がくっつくんですね。でどん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 くっつくと分子が重くなるので、重くなるとこう落ちるじゃないですか。そうやってこう空中にあるこう汚いものをこうくっつけて落としていると、で地上に入ってこう無害化するわけですね、うん、で今度地下に入るとバクテリアでこれが分解されて、うん、でこれがまたこう根っこから養分となってこう幹を取ってまた枝葉になって、うん、でこの循環を、うん、自浄作用ですね、この森が自分の力できれいにしている、うん、これがあの森がきれいになっているメカニズムで、うん、でじゃあその力が最も強いということが分かったトドマツのエキスを使って、商品開発をするという、うん、まあ、そういう流れだったんですね、そのエステさんがやってたのは。で商品にするとなると、まず材料はどうするんだとか工場はどうするんだって話になるんですけども、でこの材料が、ここですごいのが、うん、あの林業会社に
このプラントを全部運営させると、お任せしていると。でこの林業って、森林をこうキープするためには間伐をしないといけないんですよね。で枝や葉がこう出てくるんですけど、これが今までこう捨てられて未利用だった資源なんですね。でこれを使ってその精油を抽出すると。でそういうプラントなんです。でこのプラントを見学させてもらったんですけど、これがすごい CO2 を出さない、ゴミを出さない、でゼロエミッションのオーガニックの工場 でこの工程で一切こう化学合成洗剤とかも使ってないということで、アメリカのこう NOP という、こう非常に取るのが難しい認定も取っていると。でゴミを出さないってどういうことかというと、こう水蒸気を蒸発させて精油を取るんですけど、その過程でこう香りのついた水が出るんですね。芳香水が出るんですけど、これも商品に使う。そして最後は全部出がらしになった残渣が残るんですけど、これを木質バイオマスの燃料にして、これも使うということで、ゴミが一切出ないと。でもう一つこう その林業会社の社長さんが案内してくださったんですけど、社長さんのお話ですごく印象に残ったのが、そこは教育大学の学生さんがこう定期的に研修に来るらしいんですけど、教育大学の学生さんっていうのは先生になる学生さんで、ピュアなのか、森の木を切るのは悪いことだと思っている子が多いんだと。でこの人たちをまず山登りをして森に連れて行って、でその森の枝葉が、間伐した枝葉が運び出されるところを一緒に見て、でこう降りてきて、でプラント工場でこの精油になったり芳香水になったり残渣の燃料になったりするところを全部一部始終を見て、その後でそうやってできた商品が生活の中でどういうふうに使われているかっていうことを見せると、皆さんの意識が、学生さんの意識がすごく変わるんだと。でこの学生さんたちが先生になって子どもたちと接するわけですから、これはすごく意味のある活動だなと思って、で、東京に帰ってきてちょっとちゃんと勉強した方がいいと思って、アロマテラピー検定の2級と1級っていうのを取って、でこれ取るとあの日本アロマ環境協会の会員になって、で会員になるとまたちょっと上の資格があって、今私はアロマテラピーアドバイザーって、今勉強してるのがその上のインストラクターって、これはビジネスとして、アロマのことをお伝えしていくということで、これが実は今月の26日に試験があって、でここへ行っちゃうと落ちたら恥ずかしいよと言って、自分にプレッシャーをかけるために行っちゃおうと思ってきました。で他にも同時進行でハンドセラピストって言って、まずこの肘から指先までのこの部分だけのトリートメントができる資格なんですが、これはもう講習を受けてあと申請するだけで、でハンドの面白いのは、こう施術する間こう向かい合って座っているので、自然に会話をしながらトリートメントをしてっていうのが面白いなと思っています。であとはブレンドデザイナーの勉強も来週から始めて、このインストラクターとハンドとブレンドデザイナーの3つの資格を今年中に取るというのが今ハマっていること。じゃあ要するにアロマの資格イコール香を学ぶっていうことに、そうですね、なるんですか。でアロマがこうどういうところで活用されているかというと、やっぱりこの美と健康とか、あと介護福祉とか、あとはこの空間ですね、そのオフィスとか家庭でのこう空間のを作るとか、そういうところに活用されているんですけど、もう一つその教育っていうところがあって、これが教育なんですけど、その会員の方のお話を聞いて、そのビジネスとしてやってる方がまだあんまりいなくって、でこう広めようっていうところまでまだあんまりいけてない感じがしたので、やってる人が少ないんだったらじゃあ私がやろうかなっていうことが一つと、あとはやっぱりこう勉強していて、香りっていうのは植物の発している言葉なのかなっていうふうに思って、私は実は翻訳、語学が得意で翻訳の仕事をしてきて、出版もしたことがあるので、これも概要欄にAmazon のリンクを貼らせていただきますけど、人間の言葉の翻訳をしてきたんだけど、この香りっていうのが植物の言葉なのかなと思って、で私今年57歳になって、人生100年って言ってももう後半戦に入ったんで、前半はまあ人間の言葉のやってきたけど、後半は植物の翻訳をしようかなと、でそういうことで、こういく。なるほど。教育っていう言葉は今までないんですか？教育という言葉はその、日本アロマ環境協会が作った言葉で、なんか香っていうから私香を書くっていうね、あれかなと思ったらアロマなんですね。そうですね、はい、
まあ、循環型っていうところでそこに惹かれて、でアロマを習って、そして教育にっていうことなんですね。さすが優子さん、やっぱりすごい。いやいやいや、今私のどちらかった話をとてもとても綺麗にまとめてくださって、ね、ありがとうございます。すごくなんかエネルギーが伝わってきました。今ね、そこに京子さんきっとすごく夢中になられていて、あの、まあ、楽しいんでしょうね。そうです ね、 ね、楽しいですね。やっぱ学ぶってことは楽しいことだし、楽しくないとね、続かないから。そうですね。でそれ学んだ後はね、やっぱり発信してまた自分のものに新たにね、なるっていうことで教育、まあ、今日は私も教育っていうことがね初めて耳にして、そういうことなのかっていうことが分かったので、ちょっと私もなんか興味を示しました、アロマに対して。嬉しいです、ね、アロマセラピストっていう言葉はねよく聞きますけど、教育っていう言葉がその上にまたあるんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。お宝持ってきていただいてると思うんですが。そうでした、そうでした。すみません、時間オーバーしちゃったかな。これです。はい、かわいい。映ってますでしょうか。はい、これは、このメトロポリタンミュージアム、ニューヨークにあるメトロポリタンミュージアムにクロイスターっていう別館があるんですね、分館があるんですけど、私子供の時に親の仕事で2回ほどニューヨークに住んでたんですけど、ちょうどこれも SDGs の仕事で4年前ですか、ニューヨークに行く機会があったので、その時にもクロイスターに行って お土産物屋さんで買ってきたのはこれです。でクロイスターの一番の名物はこのユニコーンタペストリーって言って、7枚のお話になっているタペストリーがあるんですね。でその7枚のうち1枚目から6枚目までは、1個破損してるのもあるんですけど、こうユニコーンをもうみんなで寄ってたかって捕まえて最後死んでしまうと、ユニコーンは死んでしまうという話 でこれが7枚目になるんですね。でなんで捕まえようとしてるかっていうと、あのユニコーンがこの角で角を水に浸したらその水がすごい浄化されてきれいになったっていうのを見て、人間がそれが欲しくって、でそういうことになっちゃって、で最後7枚目はこれ多分天国っていうことなのか、ユニコーンはこうあのまた生きていて、こう周りこう植物にいっぱい囲まれて、あのちょっとこう穏やかな感じになっていると。で、あの、まあ、そのバッグになって、今日はこれから踊るので汗をかいたら、あの着替えとタオルがすごい。で、あとまあユニコーンは浄化と再生のシンボルということでお宝にして。あ、素敵なユニコーン。でもね、人間のエゴでね、そんなこと本当にしちゃいけませんよ素敵なユニコーンのバッグありがとうございました。はい、あの情熱いっぱいの今日は木村京子さんにゲストに来ていただきました。またお話聞かせてください。ありがとうございます。ありがとうございました。